です。よろしくお願いします。お願いいたします。じゃあ早速質問を始めさせていただきます。はい。とラスプールというお店の名前の由来教えてください。はい。エスペラント語っていう言葉があるんです。はい。ピエロっていう意味なんです。なるほど。エスペラント語っていうのは、はい、あの今英語がほら世界共通語になってるけれども、はい、その昔にフランス語を主体として、はい、世界共通語を作ろうっていう機運があったのね、はい、だから自国語プラスエスペラント語、でもそれが失敗に終わって、はい、今は滅亡に近くなって。あ、そうなんですね。じゃあ話されてる方はそんなにいらっしゃる、ね、あ、なるほど。フランス人もいるのかもしれない。あ、例えばこのラスプール、ラッシュプールっていうのはスキーのわだちこうあるでしょ、シュプール、ラッシュプール、あ、でそういうちょっとこう踊ってる感じがあるんで、それで紹介してると思います。あ、なるほど、ありがとうございます。お店始められてからずっと吉祥寺でやられてますか？そう、吉祥寺でやってて、前とにかく、はい、ここ伊勢丹だったのよ、はい、知ってる？いや、知らないです、ね。伊勢丹が撤退しちゃったんだけど、1972年に伊勢丹がオープンするっていうんで、はい、その頃はほらデパートがなんか神様みたいなところだったんで、はい、まあ、そこに出店したいと思って出店しました、はい。あ、なるほど、ありがとうございます。あのラスプールオムライス誕生の 日はとかありますか？結構ね、いろいろといろんな形で作り込んでって見て、はい、で、まあ、ある程度は実験いろんなことをしてやってみたんだけど、はい、まあ、今の形が一番いいかなっていうのが落ち着いたんです。あ、なるほど。コックみんな腕前があるから、はい、ああいうふうに綺麗にオムレツみたいに曲げるんだけど、はいはい、これをうまく使ってどうにかできないかっていうのがあってね、はい、で、まあ、プラスあんまりこうすごく手が込みすぎてて面倒くさくても難しいし、そうですよね、それからっていうのがあってね、はい、まあ、今の形に落ち着きました。あ、なるほど。はい、ありがとうございます。次の質問はちょっと難しいかもしれないんですけど、それは難しい。長年続けていて、なんか特に印象に残った、とりあえず50年続けてるんで、はい、それで50年続けてるっていうことはどういうことかっていうと、はい、例えばこんなちっちゃい子が、はい、今50何歳になっちゃってるわけで、そうやってそれがお父さんになって、はい、またその孫を連れてきてって親子何代かで来てくれてる。あ、うん、だから長い人は、あ、こんな大きくなっちゃったって、それはみるみる大きくなっちゃったっていうのはあるね。やっぱ長年続けているからこそそういう変化とか見られるんですね。お客様にとってこのお店がどのような場所とかお店であってほしいですか？まあ、これはなんていうのかな、アルバイトの子もそうだし、はい、それからお客様もそうなんだけど、はい、あってよかったって言われたわけです。ね、だから今50年って多分吉祥寺で一番古い店かもしれない。吉祥寺っては土地代が高いから、あ、そうですね、貸しビルにしちゃって買っちゃった方が、商売やってるよりも儲かるみたいな人もたくさんいるわけよ、ね、でもまあとりあえずあってよかったって言われるのをね、楽しみに。じゃあこれからも吉祥寺でお店は続けていこうと、うん、続けていこうと思うんですけど。素敵です。スプールでおすすめのメニューがあれば教えてください、うん。まあ、とりあえず人気があるのはオムライスだ。エビフライはすごく人気なんですね。エビフライ、エビフライ1回食べるとみんなエビフライって感じです。そんなところかな。ありがとうございます。ただ、はい、やっぱり50年やってるからお店の形態ってすごく変わってきててね、はい、まあ、最初は昔はレストランパーラーがラスプールだったんで、そうなんで、やっぱりチョコレートパフェとかそういうのいっぱいやってたんだけど、はい、作るのもすごくめんどくさいんだよ。あ、なるほど。メニューとかを考案する際は、うん、コックさんと実際に話し合われて、ある程度基本はあるんだけど、はい、例えば今グラタンやってるでしょ、はい、これもグラタンっていうのも大昔にやってたんだけど、はい、やっぱりちょっと面倒くさいから、はい、面倒くさいっていうか時間がかかるわけで、うん、はい、それでやめてたわけなんだけど、はい、みんなや
あ、なるほど。じゃあ、なんかお客様の声とかも実際に取り入れて。そうそうそう、結構来るから来るから、はい、普通にさ、はい、友達から喋ってくれるのいっぱいあるんだよ。だってバイトの子が、整形の子も、バイトで前、昔還元学園とかね、はい、バイトでいたんだけど、あ、はい、ね、その子の、はい、子供が、はい、ちょっと前までバイトして、すごい、親子2代で卒業して、すごい。そういうことです。長く愛される地元のお店なんですね、うん、ありがとうございます。じゃあインタビューはこれにて終了になります、はい、ありがとうございました。